自分たちの主張をですね、広げるね。少なくとも桜井がね、考えている、例えばこの一つの問題。まあ、今回は、反移民ですけどもね、移民反対の声を上げる。それに賛同します。外国人問題許せませんって言うんだったら、ぜひね、参加をお願いいたしますということで、まあ、皆さんもうね、ご覧になっている通りです。えー、千葉県本部主催でデモ行進が行われます。えー、10月13日。えー、この日はですね、えー、全世界共通の反移民デーです。 移民に反対する人間が全世界で声を上げます。日本ではですね、日本第一党が各所で声を上げていきます。まずこれ千葉県の方ですけども、千葉県で13時半からですね、集合していただいて14時にデモ隊出発になります。えー、集合場所については千葉県本部に問い合わせをしてください。えー、まあ、そこに書いてある通りですね。えー、千葉アットジャパンファーストネットですね。まあ、こちらの方までですね、問い合わせをしてみてください。 まあまあ皆さんね、お願いいたします。さあということでね、まあこのね、反移民で、先ほども言った通り全国各地で行われます。ぜひ応援にね、駆けつけていただければと思います。ぜひね、こう応援に駆けつけてですね、拍手一つでも送ってくれると、やっぱり弁士の方はね、勇気づけられますのでね、よろしくお願いいたします。